アルカンシェルの意味。ということで今回は作図をされました天聖王女と天才霊女の魔法革命第3の感想を話していきます。いやー今回も点々面白かったですね。今回はユフィ指定のストーリー展開が中心に分かれながらアニスのマークの研究に付き合うユフィ、そしてそんなユフィのためにアニスがユフィ専用の魔道具を作り出すということで、終盤の2人の展開も含めて登場人物の繊細な心理描写がかなり良かったですね。ということでここからは具体的に印象に残ったシーンなどを振り返っていきたいと思います。まず今回序盤ではユフィを中心に構成されたストーリーが展開されていくといった感じで、アニスの助手として研究を手伝いをするところや翻訳破棄についての事情聴取をされるシーンが描かれました。この序盤のシーンはユフィが自由になり浮き彫りになるこの空虚な様が印象的で、この複雑な心境でどうしたらいいか分からずに思い悩む、そのユフィが中心に序盤を描かれました。そして今回メイドのイリアにもスポットが当たるシーンがありまして、このイリアもめちゃくちゃいいキャラクターなんですよね。原作の方ではこのユフィとの会話シーンでイリアの過去、親絡みの話だとかアニスとの関係性について話されるシーンがあるので、そちらの方もチェックしてみてほしいんですが、天帝のアニメって原作をうまくアニメに落とし込んでいる印象がありまして、ニアと3は特にその要素が強く感じられて、脚本構成のセンスがにじみ出ていてすごく良かったですね。そしてキャスト関連の話なんですが、天帝は声優さんで演技力が素晴らしくてキャラクターの魅力が溢れているのもその要素もあるからだと思います。今回だとメイドのイリア役の角間愛さんも感情を抑えながらアニスのことになると少し感情が溢れる、そういったギャップを演じるのも上手くて良かったですし、その上今回のイリアの角間さんの演技は天城ブリリアントパークの五つのような低く凛々しい声を演じていますが、この声もすごく魅力的なんですよね。そしてアニスとユフィは言わずもがなという感じで、この3人の演技力は作品の完成度を高めていて、いやすごく良かったですね。といった感じで序盤から場面は移り変わり、中終盤の長身のユフィをアニスは包み込んでいく描写は見ていて感動させられました。このシーンは2人がそれぞれお互いに対する気持ちは交錯していく、そういった模様がすごく良くてですね、冒頭ではユフィから見たアニスはただ遠い存在として描写されていたんですけれども、最後には羨ましいという気持ちだとか少しでもアニスのようになれたらといった感じで心の距離の変化はしっかりと描かれていて、いろいろなものに縛られて苦しんでいたそのユフィにとって自分の思うままに生きるアニスは輝いて見えるというユフィから見たアニスへの象形がすごく印象的でした。そしてアニスも子供の頃の笑顔のユフィに憧れていて、王妃教育によって精神的に抑制されたユフィを助けたいという気持ちがあって助手にしたことも分かりましたし、過去のユフィの笑顔に憧れていたからこそ今回のこのシーンで魔法を楽しそうに使うユフィを見たそのアニスの表情も最高に良くなるんですよね。その中でも魔法が使えないアニスにとって何でも使えるユフィは嫉妬の対象でもあるという感じで、この魔法を使って笑顔になるユフィを見たアニスの表情は憧れや嫉妬、様々な感情を入り混じっているんですよね。特にラストのアニスとユフィの会話シーンはお互いを思いやる気持ちに溢れていて、こちらがすごく良くてですね、自由になり浮き彫りになるユフィの空虚な様に、ユフィは虹だと証明するアニスの優しさ、どうにもならない憧れを互いに抱く関係性が切なくも美しいんですよね。今回はこの二人の感情がとても胸に響きましたし、こういった感じでアニスとユフィそれぞれが抱えている思いがより丁寧に描かれていて、この繊細な心理描写がいや本当に心に染み渡りました。そして今回アニスがユフィに捧げた魔道具の名前をアルカンシェルと名付けたところからも、綺麗だと憧れたアニスの気持ちはしっかりと伝わってきて良かったです。アニス自制の魔道具でユフィは自分の新たな可能性を知り、それを見て喜ぶアニス、この二人の関係性は友人か恋人か今は曖昧な関係なんですけれども、だからこそこの二人の刹那的な揺り模様が本当に尊く感じるんですよね。こういったアニスがユフィを愛でる、そういった要素が詰まったエピソードが2話から3話で今回はしっかりと紡がれていて、いやすごくね好印象でした。私もほんの一かけらでもこの人のようになれたら、このユフィのセリフもすごく印象的でしたし、本作は互いに羨む二人が今後関係を育んで結ばれるというのがこの上なくたまらないので、話数が進むためにこの二人の関係性がめちゃくちゃ楽しみますので、いや今後ねどういった感じで距離が縮まっていくのか、いやすごくね楽しみですね。ということで今回は天聖王女と天才霊女の魔法革命第3の感想を話してきました。いや今回もめちゃくちゃ面白かったですね。皆さんの感想などもコメントで教えてください。この動画ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。